Hello, Uwaza-san, how are you doing? I'm Crystal from Honolulu. Uwaza-san, ご機嫌いかがですか、2月のクリスタルリーディング、よろしくお願いします。始めていきたいと思います。まず、最近の、過去、現在、未来、そして、潜在意識に思うこと、プレイを引いていきたいと思います。はい、これが見えるかな。過去、現在、未来に潜在意識になります。はい、じゃあね、見ていきましょう。こちらが過去。はい。ですね、多分3ヶ月から、去年の暮れから、そうだな、1月ぐらいまでは何かしら、傷つくような感じのことがあったのではないでしょうか。まあプラス、魚座さんなので付け加えるとしたら、何が現象が起きたとか何を人に言われたわけじゃないんだけど、すごく、センシティブだったりとか、自分直接じゃなくてもニュースを見ても心が痛んだりとか、そういった意味でも何かしらセンシティブで傷つきやすい、1ヶ月から3ヶ月以内だったのではないでしょうか。そしてね、今現状、おーすごい、さすが魚座さん、その後にやはり、他人に聞いてもらおうとかではなくて、自分で悟りを開くじゃないんですけど、自分の内側、内観、なぜこういうことが起きるのだろう、なぜ私はこういうセンシティブになるだろうといった感じで、なぜという問いかけを自分の内側、内観をされたのではないでしょうか。ちなみにこの宇宙がね、どんどん大きくなる真理は、私たちがこの地上にね、地球に、生まれ降りてきた、そしていろんなことが起きますよね。その中で私たち人間はなぜなんだろうっていう風な感じでね、有限を与えられた地球ですよね。なんでね、それを考えるように、できてて、そこに、成長があるっていう風に、そして宇宙はどんどんそれで拡大して大きくなっていく、なぜって問いかけるってことは、もうその時点で、私たちはね、そして魚座さんは、成長しているということになります。よくね、頑張ってね、自分の内観っていう時間を、今ね設けられているということで、素晴らしい、本当に、素晴らしいと思います。はい、じゃあね、近い未来、おー素晴らしい、いいですよ。これね、逆位置だから反対いいの。これがね、正位置だとカップオブセブンなんだけど、要はカップっていうのは感情だよね。そう、あ、ごめんなさい、セブンだよね。それでね、要はあれもいいな、これもいいなって、まあね、魚座さんはイマジネーションが、激しいから、激しいってのはいい意味でね、自分も魚座なんだけど、いい意味言えば豊かだから、空に浮いた状態でいろんなことに悩むっていうか、なぜかって想像がどんどん膨らむことができるからね。で、今魚座さんの課題っていうのは、土星先生が魚座の私たちのお部屋にいて、要はイマジネーションはもう私たち得意でも、じゃあそれを具現化する、この地球上に地を足をつけて生きていくっていうことが、どちらかといえばすごくね、大得意ではないですよね。そこでね、このね、ごめんなさい、長くなりました、説明が。カップのセブンの逆位置っていうのは、絞れる、これだ、これをしていこうって感じでね、本当にね、三位一体するっていう感じです。はい、でもこれに至るまではもちろん、過去のね、1ヶ月から3ヶ月以内の何かしらの自分のセンシティブさ、センシティブさ、そして、それについてね、自分で癒そうとしたり内観したり、なぜだろうっていうね、ことを思って自分を内観することによって、そこに、いろんなことがね、つながってますからね。そこで自分が行く道が、イマジネーションをこれで行こうとかね、自分の道を、定めることができるということになります。おめでとうございます。そしてね、おー潜在意識は、これね、ごめんなさいね、今日メガネかけてないから、鳳凰の逆位置です。これはね、
あなたは多分自分で人を影響させるほど力はないとか、なんだろう、存在感はないのではないかと魚津さん思っている方いらっしゃるのではないでしょうか。多分ね、ここが気になるんだけど、私も魚津だから、何かしらセンシティブで傷ついたりすると、多分周りの言葉とか環境によっても、譲りすぎたりとかしていて、傷ついたりとか、そういうのもあって、周りにお強い人とかもいた人がいたりしたり、あとはニュースとかで権力的なニュースをね、こういうのいろんな今吐き出し浄化が世の中行われてますよね。地震にしてもそういうのを見てね、自分は力がないんじゃないかっていうふうに、まあ、この地球上に生まれてきた人間、それは思わされているけど、そこをどんだけブロック外すかが、一つの課題でもあるんだけど、魚津さんは優しいじゃないですか。なんで、そう思われている方が、たくさんいらっしゃるんじゃないかな。で、潜在意識に、それをまだブロックを外せれてない人が多いだと思うんですよね。なんで自分は何の影響力もないとか、何のとまではいかないけど大した影響力はないとか、自分の力でこれを変えれないとか、自分の力で、何かを動かせないとか、まあ今風の言葉で言えばインフルエンサーになる人とかカリスマって言われる人いますよね。自分はそのタイプじゃないなってじゃあ思っている、そんなことありませんよ。はい、だからね、それが潜在意識からね、まだね少し残ってるっていう意味なんですよね。なんでね、もちろん、まあ、一気に剥がせれる外せれることもあるし、そういうのはタイミングでやってくると思うんだけど、それがまだ剥がされてないんだな、ちょっと残ったりしてんだなっていうふうに、思っていただければ、自分がさらにね内観してみてほしいのね。なぜかっていうと、私たち、一人一人は本当にね、やっぱりしょうがないんだけど、この地球で宇宙からこの地球っていうところに降りてきて、やっぱ体を持つことによってみんな、地球の想念っていうので成り立っているじゃないですか。その中にやっぱりね、宇宙は無限だよって言われているけど、この地球はその反対の有限を、限られた世界をやはりね、体験しに来たんですよね。だけど最近はもうこの本当に精神の、時代にね入ってきているし、宇宙と地球の、ルールの違いも踏まえた上で、まあ、引き寄せとかいろんなものが流行ってますよね、精神世界の中でも。そんな感じでね、要は次に私たちは魂をこの地球上に降りてきて成長、集合意識で成長させる内容の一つは、この有限と言われる地球の中でどんどんその有限を、無限っていう言葉がありますよね、宇宙は無限だって、それを頭に入れて、そのじゃあ有限は変わらないとしても有限の息をどんどん伸ばしていくっていうのが私たち魂の一つの課題なんですよ。例えば昔だったら、そうだな、50歳で亡くなるっていうのが、今50歳って若いですよね。そんな感じで、それってあれ、そんなことないぞ、人間はすごい、才能と可能性を持っているんだっていう感じで引き伸ばしていきますよね。うん、そんな感じで、私たちは本当は無限で、それを地球でも本当は体現できるんだけど、まだまだいろんな、抑えつけられるような想念が私たちの中にかかっている。それがこの一つなんですよ。だから誰が、すごいとかじゃなくて、みんな一人一人がすごいんですよ。だから魚津さんもこそが実は、あっちの世界、宇宙と、この地球をつなげる、そのイマジネーションを使ってこの具現化するっていうのが今課題ですよね。2026年、ごめんなさい、2月かな、とにかく土星が魚座の世界に今お部屋に入っている、理由はですね、一つのみんなの共通の魚座さんの課題は、イマジネーションしたそのファンタジー、幸せな理想の幸せな平和な、世界を持ってらっしゃいますよね皆さん。それを具現化するんです。難しいかもしれないけど、それを具現化することによってね、この地球はさらに平和になってって、あれ、そんなファンタジーがこの地球にやっぱりあるんだっていう、みんなに影響を与えれるんですよ、和田さんは。そうだから、自分は力がないとか、自分は大したことないとか思わないでください。あなたはインフルエンサーです。あなたはカリスマです。あなたはすっごいパワーがあります。
そんな感じです。ぜひねこの2月それを、課題にちょっとねしてね、テーマを、して、フィットした人はよかったら2月生活してみてください。2月ってね魚座さんにとってお誕生日月なんだけど、あ、おめでとうございますね。だけどねなんかちょっと自分の、1年のね、なんだろう、人生のバイブレーションをリズムにしたらまだちょっと雪解けとか冬って感じなんですよね、平均皆さん。そうだからね今ね、内観を、鍛える時だと思ってね、この2月、はい、で春にはそれがバーンと開くから、要は内側もう分かってらっしゃると思うんですけど、内側が先で、あとは後からついてくるから、今目の前にある現実は過去の産物です。そうだから私たち魚座は何にフォーカスするかっていうと自分の内側です。自分を鍛えていきましょう。鍛えるって言ってもカチカチじゃなくてね、柔らかさと愛とそこに強さ、自分を信じる強さ、これを持っていきましょうね。はい、 Thank you for watching 魚座さん、素敵なね2月をね迎えましょうね。そしてね素敵なお誕生日をお迎えください。ハッピーバースデー、ハバナイスフェブラリー。じゃあねー、ありがとうございました。クリスタルでした。